やっほー、アボカドランナーです。今日は、報告があって動画を回してます。何の報告かと言いますと、賞状をいただきました。何の賞状かと言いますと、ミュージックコンテスト版2022、に、10月の2日に出場したんですけど、おかげさまで、グランプリを獲得することができましたので、その報告をしたいと思いました。初コンテスト、初グランプリになるので記念に、撮ろうかと思いまして、でいつも聞いてくださってる、皆さんに感謝の気持ちを込めて動画を回しています。僕はこのコンテストでチョコパイ食べて幸せというオリジナルの曲を歌わせていただいたんですけど、なぜこの曲をコンテストで歌おうかと思った理由なんですけど、いろんな方に、YouTube や、ストリーミングサービスを通して聞いていただいて、一番あの評価が良かったもの曲だと、思ったので、今回、自信を持って歌わせていただきました。だからグランプリを取れたのは、本当に聞いてくださってる皆さんが、いたから、僕自身、自信をつけることができて、まあ、結果グランプリを取ることができたと形になりました。なので本当にいつも聞いてくださってる皆さんには、感謝してますし、これからも、いい音楽を、作っていけるように頑張りますので、来月のライブもそうなんですけど、いろんな挑戦をして頑張っていきたいと思います。以上、アボカドランナーの報告でした。